塔に取り付けられた案内板塔の装飾部分塔の全体像、アクサライ宮殿は、ウズベキスタンシャフリサブスにあるティムール朝時代にティムールが下記に居住していた宮殿である。アクサライ宮殿は、かつてのティムール朝の宮殿として知られている。ティムールがサマルカンドを首都とした後、ククサライやブスタンサライが建設された。しかし、ティムールがこれらサマルカンドの宮殿に滞在することは、 滅多になく、むしろ、サマルカンド以外の都市に建設された宮殿に滞在することを好んだ。ティムールは、自身の故郷であるケシュにより大きな宮殿を建設することを望んでいた。アクサライ宮殿の建設は、マーワラアンナフルを制圧し実権を握った1380年に始まった。アクサライ宮殿は24年かけて建設されたが、この時点でティムールは、 死の直前であった。宮殿は生活空間と公共の広場などを含む複数の中庭から成り立っている。部屋には金の装飾が施され、宮殿の入り口は色鮮やかなタイルで彩られている。また中庭は白い石板で舗装されている。宮殿の大きな特徴として絵のように美しい滝を使用した池がある。池に使用されている水は、 タフタから茶峠を通って引き込んだものであった。約300年前に破壊されたアクサライ宮殿の門は、当時中央アジア最大であった。残存しているアクサライ宮殿の建築物は2つの塔のみとなっている。宮殿の敷地面積は大きく、おのおのの中庭の大きさは、縦が120から125メートル、横が240から250メートルとなっている。残存している。 建築物の大きさから建設当時の宮殿の高さは約70メートルと推定されている。1404年8月、スペインからティムールアサエの施設団として派遣されたルーゴンザレスで、クラビホはアクさライ宮殿の様子を以下のように記している。宮殿の非常に長く高い入場門には左右とモレンガがアーチ状に並べられ、それぞれ異なるパターンで彩色が施されている。 このアーチの下には、入り口のない小さな部屋のようなものがタイルと平行に並んでおり、宮殿の来客用に座ることのできる仕組みとなっている。門を抜けるとすぐに、白い舗装された道と数多くの美術品が置かれた広大な中庭、広い池がある。この中庭は三つの区画に分かれており、宮殿最大の面積を持つティムールの越見の間に行くには非常に大きく高い。 金と紺碧のタイルで装飾されたドアを通過する必要がある。これらの装飾は非常に手が込んだものであり、ドアの中心より上の部分には太陽に向かう獅子の像が描かれている。この獅子はティムールの紋章である。ルイ・ゴンザレスで比べ歩、ウズベキスタンが独立を果たした年、宮殿の残存部分に関して修復作業が行われた。アクサライ宮殿はシャフリサブスにある ティムール朝時代の他の建築物と共にユネスコの世界遺産に登録されている。ありがとうございます。